サイキックダンス見ていただきました。その間に完成いたしました。こちらが、今撮ったビデオプリント、そして、サインが入っておりまして、これから、横山ちゃんにじゃ手渡していただきたいと思います。じゃあ皆さんが渡していただきましょう。はい、今渡されました。おめでとうございました。さあ、その他にも横山ちゃんにはですね、こちらもプレゼントされます。はい、別冊オリジナルテレフォンカードとトレーナーをプレゼントします。3点セットで持って帰っていただきましょう。じゃあ こちらも受け取ってくださいね。はい、どうぞ。ね、はい、おめでとうございました。横山ちゃんでございました。はい、皆さん拍手お願いします、ね、さあ、いよいよ後半に入ります。まもなく4月の1日エイプリルフールなんですが、先ほど言ったように、まあ、エイプリルフールというと、まあ、さまざまなですね、この嘘が登場してまいります、はい、うん、で今日はですね、そのバイセクシャルに置き換えてですね、まあ、いろんな嘘があると思うんですけど、うん、いろんな、まあ、その嘘にまつわるですねエピソード関係聞いていきましょう。さあ、メンバーの中でまず一番ひどい嘘をつくのは誰でしょうか。一番ひどい嘘、ひどいのは結構みんなひどいな。みんなひどいかな。みんな結構ひどいですか。一応2人は、この2人がね、あのドイツに修行に行ったり、もうそういう気持ちは、やはりその修行の成果がもう出て、ね、これから嘘はない。嘘ついたことないですね。ええ、ないですね。なんだ早くもね、チェックが入っておりますけど、いや、とりあえずじゃあ、でもそれだけね、ひどい嘘は、ひどい、ひどい嘘っていうのは、やっぱり、今、ドイツ行ってきたとかね、とかね、ええ、もしもし、そのドイツというのは、私たちが前半お送りした、そのドイツの話は嘘だったかもしんない。チェックが入りましたよ、ねえ。さあ、じゃあ続いていきましょう。じゃあ、こいつの嘘はすぐ見抜いてしまうっていう、そういうちょっとメンバー誰ですか。こいつの嘘は絶対分かってしまうっていう、本人は分かってないつもりなんだけどすぐバレてしまう、そういうメンバー。なおかな、なおかな。バレてしまうとかやってすぐ一番わかりやすいかもしれない。やっぱり顔に出ちゃったりするんですか。いや、次の日にはもう変わってたりとか。次の日には言ってることが違う、昨日のはみたいな。そういう意味じゃあれですね。じゃあ皆さん、その嘘は突き通せないっていうか、すぐボロが出てしまう、あんまりこうイライラする嘘じゃないんでね。にこやかな嘘が多いから、まあ、あいつの場合は。エイプリルフールでもなんかないですか。なんかちょっとひどい目にあったなっていうか、逆にでも自分たちで楽しむ方ですか。ちょっとこうやって突拍子もない嘘ついてやるぞっていう。いや、どうでしょうね。こうビデオ出すとか言ってみたりとか、本当に出るのかなみたいな。これ嘘そうです。これ今のね、日にちまで行ってしまったんでね。レコーディングさん行ってなかったら困ってしまうんでね、うん、これは間違いなくとりあえず出ますんで4月の1日ね、チェックしていただきたいと思います。そうか、そうするとまあエイプリルフールにちなんでの嘘話だったわけなんですけど、うん、あまりあれですね、割合で皆さんクリーンな気持ちで、そういうやっぱりクリーンな性格のメンバーが揃ってるというバイセクシャルですね。でもないかも。でもないという、この辺ちょっと深く言って追求したいなっていうふうに思うんですよね。あまり追求していくと全部嘘なんじゃない。嘘が、ね、嘘の塊になってしまうよ、ね、そうですか。でも先ほど そのドイツの話っていうのは、はい、本当なんですか。え、私ちょっと聞きたいなっていう。何のことでしょう。まあまあ、ああということでありましたよね。まあ本当かどうか、クエスチョンマークが残るっていうのも一つのいい、でもあれですよね。なんか秘密っぽくていいですね。秘密っぽくてね、どう本当のところどうなんだろうっていうね。私は多分言ってないんじゃないかなと思うんだが、ね、私はとりあえずクエスチョンマークのまま残してもいいんじゃないかっていうふうに思います。そういうふうに締め出していただきたいと思いますが、さあ、続いてはライブの告知に参りたいと思いますが、6月の27日土曜日でありますけど、出ました野外ですね、日比谷の野外音楽堂にてライブが行われます。
6月の27日、土曜日でありますけど、これは内容的にはどんな、一応っていう感じなのこういう感じなんです。 これに全て意味が込められているっていう、この一応こうタイトル名がっていうのが、タイトル名はこれですか。これライブオブこれなんですねえ、これ今テレビだからいいですよ。ラジオの場合どうやって言うんですか。ライブオブ息がぴったりねえ、これあれですよ、みんなラジオ初めて聞くことは、殴ったの今とかってどうしちゃったのってこう、ね、余計な思いをする。でとりあえずこういうような内容で、お送りするという、これもひょっとしたら嘘かもしれませんからね、6月の27日土曜日、これは間違いないですね。日比谷の山々の方で見てライブが行います。ということで今日あっという間の時間でしたよ。もうエンディングになりますけど、ね、最後もう皆さん最後になんかあのやっぱり一言なんか締めてね、せっかくですから。これでも2人でやるっていうのはどうですか、このコンビネーションというか。え、2人のコンビネーションどうですか。もうないんじゃないですかもう2人で登場することはありませんかね。どう、俺はずっとやっていきたいなこういうことで、またぜひ、番組の方に遊びに来ていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。さあ、では続いての方、最後のお知らせに参りましょう。いつものように私たちの月間リクエスト、トップ30のランキングを決めるリクエストの反響を募集しています、あなたが応援するアーティストまたはバンドを書いて送ってください。抽選で私たちのオリジナルテレホンカードがプレゼントされます。そして来週のゲストなんでありますが、2組ですね、長澤義塾そしてアンジーが登場します。そして今日のゲストはバイセクシャルのお二人でした。どうぞありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。この番組は NEC 日本電機グループ、いつも暮らしの中にライオン、海洋漁業の提供でお送りしました。